というわけで、吉本静香ちゃんを新しい彼女として迎え入れさせていただいてもよろしいでしょうか。脳みそ腐ってんのかおめえ、脳みそ腐ってんのか。返す言葉もございません。そんな、メンタロウくん、ほかに別の女の子を好きになってからって私たちを振らないでくださるなんて、どこまで優しい方なんですか。脳みその防腐剤箱で必要だこれ。違う、決して二人への気持ちが静香ちゃんに移ったわけじゃないんだ。例えるならそう、今まであった油田からの石油を分けるのではなく、静香ちゃんと出会ったことにより新しい油田が発見されたと言ったような。恋人への愛を化石燃料で例えんじゃないわよ。とにかく俺はカラネとハカリのことも静香ちゃんのことも今までと変わらず、いや今まで以上に大切に思っていると行動で示すよ。今まで以上に、ああ、今後そうは感じられないと思ったら正直に言ってほしい。その時は俺も潔く腹を切るから。無視か。男です、男の中の男です、レンタロウくん。当然の処置だ。大切な人を傷つける人間はこの世で一番のクズ。そんな奴に生きてる価値はない。もうドスモネット通販で。さあ、もう分かったわよ、あんたの覚悟は。こうしてさらに広がった奇妙な恋人の輪。大丈夫なのかレンタロウ、こんなエキセントリックな関係を恋愛経験の浅いお前に維持できるのか、それとも切っちゃうのか、腹切っちゃうのか。